東海オンエアさんとのコラボが炎上しているのは計画通りですか <laughs> って200円の質問が <laughs>。炎上してますよ。え、知ってます？あ、知らないです。炎上したんですか？そうなんです。昨日その東海オンエアさんとそのアラブでコラボをした動画が上がったんですけど、そのやっぱ東海オンエアってやっぱ東海オンエアを好きな人がファンだから、<laughs> まあそりゃそうですよね <laughs>。その6人にプラス4人がやっぱ交わっちゃうと違うものになっちゃうじゃないですか。 はいまあ、それがコラボですからね、はい、そうでもなんか1年に一度の企画なんですよそのコラボしたのがあっそうなんだやっぱ東海オンエアのファンの方はそれ1年ずっとそれを楽しみその動画を楽しみにその待っとったら知らん4人が出てきてはあ<の>お前ら誰やねんみたいな <laughs> そうそうそう 私たちは6人が見たかった6人の絵が見たかったっていうふうになって今炎上してて、はあ、<laughs> それじゃあ別にマータソさんだろうと誰だろうとコラボした人が必ず炎上するパターンですよね、うん、うんでもなんかもともと東海エアさんとその何絡みっていうのが動画上とかで全然なかったからもう新規の知らんやつがほんまに入ってきたみたいな感じだったからああまだ何回か話とかが出てるんだった、うん、そうらよ ならまた多分よかったんだろうけどやっぱりこの新しい人が出てきたことによってそうなったんかなっていう、はあえー、でもそれその都会親の人たちは別にそれでも大丈夫と思って企画進めたわけですよね<え>それともあこいつ炎上してもまたそんなの大丈夫だろうみたいな感じで始まったんですか <laughs> いやなんかもともとその6人のうちの2人がそのドッキリじゃないけど、うん、で この4人うちら4人を呼んどってとかメンバー4人は知らなかったんですよ<の>私そういうことなんだそうそれでなんかもともと東海エアさんこの6人で企画会議とかをちゃんとして動画を撮っとるグループじゃから、うん、なんか2人がこう他の4人に相談をせずにそのうちらが入ってったことによってさらにこうじゃあもう単純にその企画力のないその2人が問題ですねうんどうなんだろうでもなんかまあなんかマンネリ化するのがすごい 嫌だっていうのを言っ,ってあ<ー>毎年同じ企画をやっとるからそこに新しい、うん、聞いてる限にコメントにもあるけど「オラブマジかわいそう」っていう完全にその巻すなんかまあでもその東海のファンが言っとることはすごいわかるしうちもいろんなオタクをしとるからそこに突然知らん人が出てきたら困惑するのはわかるしただなんかそれについて言うのなんだけどう なんてよ今誹謗・中傷が増えとってその今日,日の一日ブんイク不細工って言われるみたいな不細工やら死ねやら <laughs> もうなんか一生寝てろとかすごい言われてそれはちょっと違うなと思ったんだけどやっぱ不細工って言わないでくださいと <laughs> いやし死ねはあかんって感じですねあ死ねはあかん不細工ならいいみたいなうんまあまあまあまだい,いけどちなみにでもそれでじゃあ、まあ、今の状態でもしこういう立ち居振る舞いをしたら炎上しなかったかもなみたいなって思いつきます、まあ、出ない ってまあまあそうなんだけど例えば出た瞬間もういきなり土下座からスタートとかでもう平身低頭、うん、してスタートしてたら戦うんてならないじゃないですか,、うん、かそう,そういやでも多分もう6人の映画見たいんですよそこに部外者4人が入って、うん、もう同じ画面上にいることが多分嫌なんだと思いますもそもそも <laughs> あもう他の生き物がいることがダメなんだそうですね多分分からんけどああ ね、なんかそういう無理ゲーだと逆になんかどういう形で切り抜けたらいけるのかなってちょっと興味持っちゃうんですよね。ただなんかその動画がパートワン、パートツーってパート五まで出るんですよ。そんなに出んの？もうもう延してるのに。あ、そうそうそう。もう撮り終わっとるか何日かに二泊三日とかでやっとる企画だから。はいはいはい。かパート五が出るまでにそのファンの方がそのうちらを見て落ち着いてくれたらいいなって感じなんだけど、またどうなるかわかんないですね。 現在健康系で、まあ、コメントで女だからだっていうので要は異性が来るとやっぱりその、うん、ファンとしては異性が仲良くしてるこの女むかつくになるじゃないですかうん、うん、だから東海アとしては異性だけど不細工だから嫉妬しないだろうっていう多分そういうカードの切り方をしたんじゃないかっていう予想はどうです もう多分あるから、その時うちはすっぴんで出ました。<laughs> <laughs> ち,ゃちゃんと企画糸を読んで。<laughs> そう、ちゃんとそうですね。そういう気はないですよっていうのいなな。なぜなら不細工だからう、大丈夫ですよってやったんだけど、やっぱそれもダメだったから、ごめんなさいって思った。<笑><笑>すごいね。かそのうん、安全ですよ、不細工だから安全ですよっていうその出し方でいくっていうのはやっぱりプロフェッショナルですね。 それこそ今、イケメンって言われる YouTuber とかとコラボするときは、絶対すっぴんでいきますね。あ、もうその差を作るために。そのあの、コビ売ってないですよっていうのをやっぱ出さんと、はあ、ほんまに売ってないし。 でも、化粧することで、<ー>なんか、いつも化粧してないの、イケメンの前で化粧する、いやー、みたいな感じで思われたら、嫌だから。僕は今日どんな今、リアクションすればいいんですかあ、違っう、違うんですよ。ほんまはな、すっぴんで出たかったんだけど、ちょっと案件の撮影がございまして。<laughs> ああ、いや、別に全然いいんですけど、僕も失礼。すいません。いやいや、全然構わないんですけど。いやいや、ちょっと、ど,どっちの意図で撮ればいいのか <laughs> 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 いやも好きですスやろゆくさんうちひろいきさんの声を聞かんと寝れない体質になってるはずだといまでもそのコラボをするときにじゃあその相手をどう立てるかとかもやっぱ考えるんですね <laughs> うん立ってるっていうかやっぱ見え方はすごい気にしますねやっぱ。まあ確かにねまあ、言っちゃ悪いですけど絵面にブサイクをるとかっこよく見えたりかわいく見えますもんね。そ、うんうん、そうそうだからあおらラブのメンバーのかスちゃんはすごい可愛いんですよ。 うん、で、れそれがより可愛く見えちゃうみたいな。そうで、こうバランスが取れてるんですよ。は<ー> <laughs> あ、だからむしろ、それでかすみちゃんがより可愛く見えちゃうから、よりバッシングされちゃうっていう。かっさんです。あ、かっさん、かっさんには。細工なメイクをするっていうのはできないんですか。<laughs> あ、無理です。あの、元が良すぎるんでも、どうにもこうにも長いです。<laughs> あ、その、なんか、ブサイクを綺麗にするとかっていうのは化粧で,できるんですけど。うん、美人をブサイクにするって、化粧でも難しいんですか。 ああ、うん、やっぱもう美人な人って骨格から違うんですよ。やっぱ。骨なんだ。骨ですね。ブスって何がブスってやっぱ骨格とパーツ位置がブサイクにさせてるんで。<laughs> もうど、パーツ位置とか動かせないじゃないですか。そうそでも骨がしそう。場所決まってる。た、多少お絵かきしても場所変わらないから、ねあ。そうそうそう、だから無理なんですよね。<laughs> はあ、チャンネル登録よろしくお願いします。